死にたくない、死にたくないでござる。おお、無理だって。もうこの虫、とりあえず落ち込んでいてもしょうがないので、いろいろ体勢を立て直そう。なんかまあ本当いかだだけ作って頑張ってこの距離を戻るっていう風にすれば、まあ多分行けんこともないんだろうけど、まあちょっとね、一回少し初心に戻って、ただ死んだらあれが消えちゃうから死なないように頑張りつつ、多少いろいろ体勢を整えてから挑もう。またこの場所へ、そして取り戻すのだ、失われた俺の誇りを。ふう、とりあえず少しだけ装備を戻した。まあもともと各拠点にあった素材をかき集めて作った装備だけど、ただまあ鉱物系が全然ないから、全然なんかその辺の武器とか道具は全然作れてないけど、まあだからこれからその辺を戻しつつ、またなんとか鉄をね集めて、でまた少し元に戻していこう。青銅の斧までゲットしたぞ。青銅の斧を先に作ったのはやっぱりあの良質な木を取れるためっていうのと、まあ一応武器としても使えるから、これでねちょっと良くなったから。ただ盾をどうにかしたいな。盾がね、さっきドラウグルが来て戦ったんだけど、あのジャスがしてもあののけぞっちゃうんだよね、木の盾が弱すぎて。盾を先にどうにかした方がいいな。あ、やべ、襲撃イベント来た。よし、ちょうど今新しい盾を作ったぞ。ドゥーン、地面が揺れてて足りなかったっけ。あ、やっぱりとりあえず拠点から遠ざけなければ。ヤッホー、いて、落下ダメージの方がいて。ああ、木が、しゃっていや、おめっちゃ、ふう、相変わらず木こりご苦労様です。そういえばそのまま鉄の盾ポンって作っちゃったけど、実はここにスタイルってのが選べて、本当はこうやって色選べたんだよね。でこれ辺で作ろうかなと思ったのに、ついつい、ま、あの忘れてて、普通のただのなんかちょっとダサい木の盾みたいなので作っちゃった。そう、本当はこれで欲しかった。次からは気をつけよう。容体がレベル4になった。レベル4になるとこのトロルアーマーが強化できる。あ、まあ、6だから2増えるのか。どれどれ、アップグレード、ポン、あ、脱いじゃった。強化したら別枠になっちゃって脱いじゃった。ああ、さらに骨があればカブトも強化できる。これでレベル2トロルアーマーになった。全部、まあ、2ずつ増えたからプラスさらに6増えた感じだね。合計これで前よりさらに死にづらくなったぜ。よく見たらこれ変な石像なんだな。ちょっと暗くて見づらいけど、うわー骨ー、メイスがないからあんま戦いたくないでござる。
あースライム、あんまり戦いたくないでござる。うわあ、やっぱ沼地は危険がいっぱいだな。おお、あそこ穴開けちゃったから、あそこで死んでっちゃってんだ。ふう、よかった、鍵開けといて。それでここの採掘ができる。しかしその前にちょっとやることがあるんだよな。さてここならとりあえずいい感じにダンジョンに近いし、まあ、ちょっとだけね、軽くね、キャンプ地点があった方がいいんだよね。拠点っていうほど拠点にはしないつもりなんだけど、まあ多少こう、なんだろう、この休憩をできるスペースっていうのかな、それがあった方が絶対いいから、とりあえずね、その拠点を簡単に作る。いって、ああ鉄の盾はそう簡単には貫けないぜ。よし、ああめっちゃ来るな敵。いい、いって、うん、てていかんな、すごい来ちゃったな。あ、うそ、そこダメだな、ちょっと危険すぎる。めっちゃ敵が、スポーン地点が近かったからめっちゃ敵湧いてきてたし、けどここの上なら割と安全なんじゃないかっていうね。ふう、隙間もあるから大丈夫。これでここで超簡単なお家というか拠点というか休憩スペースができたな、ね、ここに隙間あるから多分きっと5本5本ならないんだよね。そう、この微妙な手抜き感がいい感じに、いぶされてる、いぶされてる、そこはダメなんだ、ここはセーフね。絶妙。作業台も中に置きたいなと思ってここに置いてみたんだけど、ベッドの上にあるんだけど、これ寝れんのかな。寝れるわ、作業台上にあるけど、煙の中では息ができないって言われてたけど、大丈夫、死なない、それ、大丈夫、死なない、窒息死してない、起きたら。おはよう、いてて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 、てよかった、一瞬それで死んだらどうしようかと思っちゃった。そんな間抜けなことある。早速ダンジョン探検と行こうか。ここに屋根を設けることで、あそこの焚き火からいい感じに火をもらう。よし、これで濡れてるはなくなった。つってもあれか、沈んだ墓地、割と濡れるからあんま関係ねえのか。とりあえず、今はキノコも貴重なので、黄色キノコもいっぱい取るぞ。わあ、これいきなり潜るところ?おぉ。嫌なところだな。はい。これをこうして、ん?これで終わりじゃないよね、これ。え、クソ外れダンジョンじゃない、これ。え、これで終わり?そう。こんだけ準備したのに、こんなことありえる。マジか、あれ他に方法あるかもしれんけども、とりあえずこっちに行くしかないね。こっちは普通であってくれよ。あ、こっちはすでに泥まみれのゴミがあるわ。よしよし、よかった、鹿さんの角でも砕けるのね。お、鉄いっぱいあるね。これで一気にだいぶ溜まってきちゃったな。おお、びっくりした、こうやろねー。よし、死んださせ。よし、あ、壊れちゃった。はい、よし、これで一回鉄を持ち帰るか。
ただいまてつ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 、あ、ない。よし、まあでも20個あるし、なんか通黒、これちょうど作れるな。ちょっと1個作ってみるか。トントントン、成分、スタミナ、あとサーセージ作ろう。じゃあちょっと使ってみるか。蜂蜜酒成分、蜂蜜酒か、蜂蜜酒酒成分スタミナか。発酵が必要。あー、そういえばこういうやつあったわ。発酵だる、これがないと使えないのね。にゃんてこったい。まあどうしよう、なんか製造いるんだよな。製造5個必要か。上質な木も取らなあかんし、地味に面倒。だいぶいろいろ充実してきたけど、ちょっとスルトリングのね、核とかをゲットして、ポータルの材料を集めたいから、ちょっとダンジョン探すかな。そういえばもう鉄の盾になるとさ、こいつの攻撃パリできんだよね。と思ったらこれで星1だな。あ、これいけるいける。えい、えい、えい。うおぉ、今、弾いたの。うっ、待って、死にかけ取った。死にかけ取った。あ、ぽぽぽ。ジャスがしたけど、ジャスがしてなければ死んでたやつ。さすがにあのドスンはいかんかったな。ちょっと無理ー。こっち向け、こらドスンだけ気をつけろ。これは気をつけて、これは弾けるね。ほいほいほい、ほい。やった、星1トロール狩るの初めてだな。おい、よいしょ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 、ポーン、ポーン、ポーン。星1だと目が赤いのかな。おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ポン。目だけが光っていた。そう、鉄の盾さえあれば。余裕なんすね、トロルはね。さっき死にかけたけど、まあ、つまり油断は大敵ってことやな。ガハハ、ダンジョン見つけた。もうスケルトンのダメージいくほどどうでもいいな。1とか2とかだもんな。2ぐらいか。ダメージ食らってても全く脅威じゃない。これも鉄装備のおかげ。あ、やべ、もういっぱいだな。ここめっちゃあるな、スートリングの核。さあ、発酵樽を作りましたよ。これがあるとお酒系か蜂蜜酒系のやつが作れるはず。というわけで早速この前作ったけど、おお、露出しすぎている。え、何それ、露出しすぎている。不義に説明して、露出しすぎてって何。なんかもっとこう囲わなきゃいけなかった的な話してるこれ。え、分からん。どうなるんだろう。他にもこの辺のを作ってみようかなと思ったんだけどな。なんだろう、これがなんかうまくいかないんじゃないかっていう、ちょっと一物の不安が。どうしようかな。あー、やっぱ屋根ないとダメなんだ。超即席でここに屋根作っちゃったからめっちゃクソダサになっちゃったし、この通り抜けるのすげえ不便だったけど。なるほどね。あったー。あとちょろっと見たけど、なんか2日ぐらいかかるらしいな、蜂蜜臭できるのに。だったらもっと前からやっとけばよかったな。しまったな。ってことは他のやつもやりたいけどなかなかできねえってわけか。さあ、というわけでめちゃめちゃ船旅日和ではございませんが、とりあえずいろいろと揃ったので行こうかなと思っております。とりあえずね、まあ、装備としては一応そのトロルアーマーで、まあ、鉄頭で。あー、待って、襲撃イベント来ちゃったんだけど、なんでいつも俺がこうボンボヤージしようと思ったらこうなっちゃうかな。しょうがない、早速このもう一個紹介しようと思ったら鉄の剣のサビにしてくれるわ。さあ、どこだ。いいよ、来いよ。はい、で、殺す。
やってやろうじゃないの。目の良さが命取りだ。おお、そっから来るの。海から来たんだけど今。オーシャンズイレブン。ういうい。どうしよう。おしゃー、一気に二匹。よいしょ。よいしょ。ほら。ふぅ。何体殺したんだろう。激墜数とか出てほしいわ。しかし、その間に雨やんでくんねえかなってんだけど、全くやむ気配なし。まあ、今の戦いぶりを見てわかるように、だいぶ強くなっておるので、じゃあ早速行っちゃおうかな。ちなみにコメントで知ったけど、船にストレージっつって物置とかあったんだね。ここ今ここにあのポータルの材料一応入れてるんで、ワイワイすぐ揺れる。これでね、あれ、ちなみに船旅の計画なんだけど、いきなりここに行くのはやめようかなと思って、で、あのこの辺にちょうどなんかあの島があったと思うんだよね。なんか黒い森か、普通のなんか安全そうなところ、そこにまず降りて、でそこにちょっとこうキャンプ地を作って、でだから万が一またここで死んでもすぐここから復帰できるように、そういうところに行こうと思うので、まあでもとりあえずここからまたギューンってこの辺まで旅する。あとはあまり海岸に近づきすぎて、あのファッキンバグズライフに打ち当たらないように気をつけないとな。よし、じゃあ早速行くか。ポン。早速風向き側もよろしくないけど、まあ、すごい波で起こされる。おろろ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 、ちょっともう全然波が収まんない。しんど。わあ、ガショーンだぞ、ガショーンで。やばい、波が高すぎるとやっぱ海にダメージ。気をつけないと溺れ気味じゃん。あ、やっと波が落ち着いてきた。やれやれ。はぁ、あまない雨はないと言うけど、やっと止んだ。おお。一瞬ビビる。あ、なんかやばいのいる、やばいのいる、やばいのいる。なんかやばいのいた、なんかやばいのいた。ちょ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 。ひー、なんか来たー。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってー。うおー。やべえのがいる。やべえのがいるよー。うおー。逃げろー。いやー。来てる、なんかすごいの来てる。いいいやー、うわー、こんなモンスターいるの。ちょ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 マジか、びっくりした、びっくりした、びっくりした、マジでビビった、焦った、死ぬかと思った、もう無理かと思った。ちょっと待ってよ、あの人しかもすごい見てるこっちのこと。だったら殺してやるぜ。あー、クソスタミナがない。あー、どっか行っちゃう。仕留めて。HP は大したことないな。ちょっと海にさえいなければ。大したことない。あ、なんか変な声聞きたらどうしよう。そう、濡れと寒さのせいでスタミナの回復が悪い。早く乾いて、乾いて、お風呂。あ、待って、行っちゃう、行っちゃう。あー、行っちゃったか。しまった、こっちに行くんじゃなかったか。あー、仕留め損なったかな。あー、びっくりした。なんか、いきなり出てくるもんね。やっぱ海の怪物っているんだね。はあ。まあいいや、とりあえずなんか、うっかり上陸しちゃったし。ただ草原が近くにあってよかった。これで周り平地でしたとかだったら全然笑えんかったわ。はあ。
とりあえずこんなところに上陸したけど、実はここ陸続きなんだろうか。こうやって実は行ける説。ただいきなりこの辺から平地とかだったら、ここから行こうとするともっと早い段階から平地の魔物たちとやり合う羽目になってしまうが、どうしたもんかね。よし、これでとりあえずポータルはつながったな。あ、77日目になった。ふう、そろそろ2日経ったからお酒ができてる頃なんじゃないかな。ちょっとだけ一瞬戻るか。